その俺ってどっちかというとアモアス界隈に入ったのでだいぶ後発組やと思っていて、あ、まあ、確かにそうですね。そう、まあ、今年の8月ぐらいからなんですよ。はい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 。印象どうなんかなと思って、あ、めっちゃ来た。印象ですか。そう、まあ、多分最初の方の印象って残ってないと思うんですよ、いろんな村行ってると思うんで。はい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 。俺をいずって認識し始めたのってどのあたりなんかなっていう。いや、でも結構最初の印象覚えてますよ。え、ほんますか。なんかあの畑迫さんの相方というか相棒みたいな感じで、あ、なんだろう、はいはいはい、最初同村したのを覚えてて、でなんか最初そのマリカ勢の方だから結構なんだろう、うん、カジュアル向きの議論の方なんかなと思ったら、うんうんうん、バリッバリ議論論詰めしてくるからなんだこの人はっていうのがめちゃくちゃ覚えてますね。嬉、ね、しいな。で、そうですね、なんかそのうち同村していくうちに、うんうん、あの辛辣ツッコミ伊豆さんの持ち味をちょっと持ち味でいいのかな、これは持ち味でやっぱりそこに気づき始めて、あ、この人はエンタメもいけるんだなっていうのがそうですね、今やっぱこうやって思ってますね。いや、最初緊張したけどね、阿部ちゃんとの同村、正直え、そうなんですか。うん、まあ8月から割とがっつり始めたってことは、逆に言うとそれまでアマースは動画で皆さん、配信とか動画で皆さんのこと見てて、やっぱ阿部ちゃんってスターやん。ちょ、初めてやりました今。いや、まあ認めたくはないけど、いや、阿部ちゃんってスターやん。おお、ありがとうございます。面白くなってんな。いや、まあいわゆる、まあ、一番最初に先端さんの村がバーッとでかくなって、まあそこの中にいた一人でもあるわけやし、阿部ちゃんは。っていう人とやっぱり初めてアマースやるってなった時は、いらんことしたら干されると思ってるから、こっちとしては干されると思ってたんですか。そういや、これ割とガチで思ってた。今はないけど、今はもう舐め腐ってるけど、阿部ちゃんのことは。おお、言いますね。あ、干されますよ、もう。完全に干されました。足で消えてる俺。もう切り出ますよ、完全に。もう舐め舐めちゃいけませんよ。アベレージの干されました。つって。干されましたね。いや、だから、ほんまに、そのあたりは、全員、まあ、阿部ちゃんだけじゃない、全員スターになるから、そのあたりは。逆に、阿部ちゃんとかって、その、緊張せえへんのかなと思って。あ、でも、それこそ、僕も最初に、うん、その、一番最初参加した村が、その、先端さんのところで、うんうん、その時、やっぱ死ぬほど緊張しました、ね。あ、そうなんや。ただやっぱなんか僕すごい一定以上仲良くなるとすぐ調子乗っちゃうんですよ。なんでせやね。あ、もうご存知じゃない。なんでやっぱ最近はこうある程度やっぱその同窓する機会の人も増えてきたんで、うんうんうん、なんだろう、だからそういう意味では慣れたというか、やっぱみんな優しくしてくれるんで、はい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 、甘えてますね、完全に。いや、いいな。あ、伊豆さんって緊張とかしたりするんですか、うん、逆に。うん、する、めっちゃする。最近とかもですか。あ、でもやっぱりなんか初めてその村に行くとかは大体全部ガチガチかな、うん、最初のなんか挨拶の時とかの何を喋るかとか、あ、朝からずっと考えますし。そんなにですか。そう、考えたありに全然思んないことしか言えないんですけど、なんかキャッチフレーズとか。やめてやめてやめて、いらん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 いいんですか。絶対忘れるけど、阿部ちゃん絶対忘れるよこの後。任せてください。今あれですよね、 IS と書いて伊豆と申します。そうそうそう。いや、なんかそれだったらやっぱあのズズさんみたいな雨降ってザーザー少女時代の自信みたいな路線が終わってるよ、そっちはもう俺の路線じゃないのよ。愛に生きるズズ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 伊豆と申しますみたいな愛に生きるから入るの愛に生きるからやっぱあの伊豆の愛で、はいはいはい、その後無理やりすぎ若干違うズズさんに引っ張られてます。そうそうそう。要検討ということで。いや、おもろいな、阿部ちゃん、ほんま。